やっぱり温泉はいいよね。夏休みに草津まで来た甲斐があったわ。やめろよ、霊夢。手で水鉄砲を作ってお湯をかけるなんて、風情が台無しだぜ。たまには視聴者サービスも必要かと思って、温泉シーンを導入したのよ。ゆっくり解説で、そんなことして意味あるのか？でも、ここって草津の日帰り温泉、潜水艦でしょ？ああ、大正4年創業の伝統あるお宿だな。草津のシンボル、源泉湯畑から徒歩2分、西の河原露天風呂に、ほど近い小さな温泉宿でマリサのお気に入りだぜ。ああ、いつものめんどくさいネタフリなのね。潜水艦ね。じゃあ今回は、海上自衛隊の潜水艦隊が22隻体制になったことの意義や、今後の方向について、じっくり解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。さて、海上自衛隊の最新型潜水艦、大芸が今年の3月9日についに就役したな。横須賀の第2潜水隊群に配属されているぜ。最新型潜水艦ね。第2潜水隊群の随遊が第6潜水隊に、東遊が第4潜水隊にそれぞれ編成替えされて、第2潜水隊群の所属艦が10隻体制となったんだ。ふむふむ。2番艦の白芸も2023年3月に海上自衛隊に引き渡される予定、配備先は未定だな。今まで総遊方や白芸方の解説はあったんでしょ？なぜ、改めて解説するの？そうだな。総遊方や白芸方の凄さは、当然視聴者もご存知だろうから、今回は、海上自衛隊の潜水艦隊について解説するんだぜ。そうなのね、潜水艦自体の性能の凄さじゃなくて、海上自衛隊の潜水艦隊について教えてくれるのね。今回、大芸が配属されたことによって、2010年12月の防衛大綱、22大綱で初めて定められた、潜水艦22隻体制をついに完成したんだぜ。12年もかかったのね、艦無量ってところかしら。総遊型12隻プラス、親潮型9隻プラス、大芸型1隻といった、他国と比べても艦齢の若い潜水艦揃いだから、堂々たるもんだぜ。どうして艦齢が他国と比べると若いって言えるの？基本的に毎年1隻ずつ建造してるからだぜ。普通は30年くらい運用するんだが、現状で一番古い、親潮型の渦潮は2000年の竣工で、まだ艦齢は22歳ってとこだ。ほうほう、ヤング集団なのね。ヤングって呼び方は、いかがなものかな。ちなみに渦潮より古い、親潮型の1番艦親潮と、2番艦道潮は、練習潜水艦への艦籍変更がされているな。練習潜水艦って何なの？第一練習潜水隊ってのが、呉基地所属なんだが、潜水艦教育訓練隊の教育支援、潜水艦熟化、潜水艦装備品に関わる研究開発支援、他部隊の訓練協力を主として、親潮と道潮を運用しているな。ほうほう、サブマリナー教育用なのね。先ほど述べた22隻とは別だから、22隻プラス練習用潜水艦2隻で、実際には24隻体制なんだ。有事には、この2隻も潜水艦隊に配置替えされるかもしれないな。親潮型より古い潜水艦はどうしたの？親潮型の前級は、春潮型で7隻建造されたが、順次退役、つまりスクラップにしたんだぜ。なんだかもったいないんじゃない？まだまだ現役で活躍できる性能はあったんだけどな。7番艦の朝潮は、スターリング式 AIP 搭載のための9メートルの艦尾延長工事を実施して、スターリングエンジンを搭載したんだぜ。ほうほう。そういう方には、本艦での運用成績で有効性が確認されたことから、スターリングエンジンが標準搭載されたんだ。どうして、スクラップにしちゃうのよ。もったいないじゃない。いろいろな事情があるんだぜ。まず一番大きいのは、海上自衛隊の人員不足だな。または定員そのものも不足していると言ってもいい。どういうことよ？海上自衛隊は2020年3月末で、定員45,356名なんだが、原因は42,850名で、充足率 94.5% なんだ。4万人以上なら大組織じゃない？海上自衛隊は、艦艇48隻、潜水艦24隻、さらに P1 や P3C といった大規模な航空部隊を持っているんだが、他の国であれば、同様の装備を持っていればおそらく10万人くらいの隊員を抱えているんだ。装備に対して、もともと定員が少ないってこと？最近は出雲や加賀といった大型護衛艦も増えているからな。基本的に海上自衛隊は発足以来、ずっと人手不足と言っても過言ではないんだぜ。よく言えば少数精鋭だが、悪く言えばブラック企業、いやいやそんなことを言ったら、ますます人気がなくなるな。じゃあ定員を増やせばいいじゃない。簡単に言うなよ。そもそも充足率が 94.5% ってことは、人が集まらないことの裏返しなんだぜ。
定員を増やすのには法改正も必要だし、そもそも定員を増やしたら、充足率が下がるだけかもしれないしな。どうして海上自衛隊は人気がないの？いやいや、陸上自衛隊の充足率は 91.6%、航空自衛隊も 91.3% だから、それよりもマシなんだぜ。ほうほう、特に問題なのは、任期制の C クラスの充足率だ。なんと 77% しかない。幹部や層は92から97% あるけど、現場を担う C クラスが8割を切っているのは大問題だぜ。じゃあ、もし潜水艦の数がもっとあっても、乗組員がいないってこと？単純に言えば、そうなるな。潜水艦だけじゃなくて護衛艦も同じ状況だぜ。だから新型の護衛艦なんかは、従来の護衛艦より非常に省力化を重視されていて、半分くらいの人数になっているんだぜ。じゃあ、省力化の艦艇が増えれば問題は解決するんじゃないの？そんなわけないだろ。人数が少ないってことは戦時のダメージコントロール能力も落ちるし、全部の船を省力化するのは何十年もかかる。それに出雲や加賀を空母改装すれば、そこにも人員は必要だぜ。なかなか根深い問題なのね。まあ、そんな海上自衛隊自体の人手不足も大きいんだが、サブマリナーの養成も大変なんだ。どういうこと？護衛艦から乗り換えればいいじゃない。潜水艦と護衛艦の運用方法や戦術は全く違うから、基本的にはそれはできないぜ。海上自衛隊に入って一旦サブマリナーになったら、地上勤務することはあっても護衛艦乗りになることは、まずない。逆もしかりだぜ。ふむふむ、どんな訓練があるの？潜水艦教育って？潜水艦乗員総員が潜水艦の構造、機能も知り尽くして安全に運航しようという、ノーユアボートを基軸に、強大な水圧下を行動する。潜水艦の戦闘員が備えるべき施設を完了するってホームページには書いてあるけど。けど？実に多様で厳しい訓練を乗り越えないとサブマリナーに離れないんだぜ。ほうほう、あんまり書くとあれだし、長くなっちゃうから興味がある人は、海上自衛隊潜水艦部隊、というドキュメンタリー番組が2011年に制作されているから、それを見てほしいんだぜ。そんなのあるんだ。Unext やヒストリーチャンネルにあるな。残念ながらアマプラでは今は見ることはできないんだぜ。潜水艦教育の厳しさがよく理解できるよう番組だぜ。じゃあ、一度見てみるね。実は潜水艦乗組員には、月収の 45.5% の手当が出るんだぜ。航空手当、つまり戦闘機で 80%、それ以外で 60% よりは少ないけど、公務員としてはサブマリナーは非常に高給取りなんだ。ほうほう、総クラスでも年収1000万は早く超えるな。どうして、そんな高給なのに人気ないの？手当の加算額イコール大変さだと思えば、ほぼ間違いないぜ。自衛隊はそんなに甘い組織じゃないからな。潜水艦乗り組の大変さって？潜水艦乗員は、絶え間ない気圧の変化で身体的負担が多く寿命を縮めると言われてるな。年間累計約180日間以上出航しているという状況も少なくなく、家族や恋人にも会えず、携帯も使えないぜ。それは辛そうね。それに年々出航日数が増加する傾向にあるしな。そして、当該期間中、人間関係がうまくいくいかないに限らず、閉ざされた空間で24時間勤務をしなくてはいけないぜ。仲が悪くなったら相当なストレスだ。とても霊夢には無理ね。まあ、その分飯は最高だけどな。潜水艦の食事は3自衛隊で一番と言われているぜ。でも運動不足で太っちゃわないの？1日4食も出るから、太りそうなもんだけど、狭いハッチをくぐるせいか、ちゃんと運動もしてて、サブマリナーのデブちゃんはいないそうだぜ。そうなのね。ちょっと話題がそれちゃったな。22隻体制になって、ローテーションを考慮しても常時戦力は約3分の1の6、7隻となり、冷戦期から重視してきた宗谷、津軽、対馬の未海峡に加えて、C 国海軍の活動が盛んな南西諸島方面にも目を光らせることができるようになったぜ。まあ、そっちが今の本命じゃない。22隻の大半を占めるのが従来よりも潜航可能期間が大幅に向上した。そういう型潜水艦なので、より遠くに、より長く行けるようになったな。ほうほう、純粋な数の増加に伴う即応戦力の強化のみならず、活動範囲を広げることで、敵が今まで想定していなかった海域にも、海自潜水艦がいるかもしれないという、心理的圧力を生み出すんだ。22隻もいるから、どこにいるのかわからないってことね。でも、C 国海軍の増強は著しいから、22隻では足りないって声も大きいな。最低でも30隻は必要という意見もあるぜ。日本近海だけじゃないもんね。自由で開かれたインド太平洋構想の下で、
海自潜水艦の活動範囲は今までないほど広がってるから、必要な予算を付与した上で再び戦力増強を図るならば、潜水艦隊の拡張にも注力すべきだろうな。人手不足問題を解消したいよね。サブマリナーは海上自衛隊の中でも特に誇り高い気質を持つ人たちで、ある意味選ばれし者の身がなれる職業だぜ。ふむふむ。そこには軍人にとって重要な名誉があるけど、現代若者を引きつけるには手当の大幅増額など、さらなる実利的メリットが必要かもな。お賃金だけで解決するのかな？馬毛島が不沈空母化する案があったよな。あったわね。だが、最近、防衛省がもはや候補地ではないと言い出したんだぜ。じゃあ馬毛島はどうなるのよ？ということで今回は、馬毛島不沈艦空母化、防衛省、もはや候補地ではない、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、馬毛島の不沈空母化案が揺れている。どうしてかしら？日米両政府は1月7日、外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会を開いたんだ。うんうん。そして、これまで米軍空母艦載機陸上離着陸訓練 FCLP 移転と自衛隊基地整備計画の候補地としていた。西之表島毛島について、整備地と正式決定したことを確認した。なんだ、不沈空母化するんじゃない。ああ、これは整備計画が決定したと言ってもいいんだな。じゃあ何が問題なのよ？実は、この馬毛島不沈空母化に反対する人たちがいるのが問題なんだぜ。反対？日本側は2022年度予算案に滑走路など基地本体の工事経費を計上し、早期整備に努力する考えを表明してきたんだ。うんうん。この協議後に発表した共同文書には、米側が日本の予算決定を歓迎したとも書かれていた。それで？だが、日米間で馬毛島での整備計画が決定したとの認識を共有したのは初めてだから。防衛省は馬毛島は候補地で、最終的に確定した状況ではないという立場らしいんだな。そういうことね。もちろん、同志の矢板俊介市長は計画に同意できないと反対の立場を示し続けており、頭越しの対応に地元の反発も予想されるわけだ。そりゃねえ。その後、岸防衛省は在日米軍再編に関し、馬毛島での施設整備を進めてきた。ほほう。そして、環境影響評価後に着手する基地本体工事費など3183億円を22年度予算案に計上している。そんなお金かかるんだ。そうだな。岸防衛省は協議後の会見で、FCLP 移転と自衛隊基地整備の候補地と明記された馬毛島の位置づけについて、今回の共同文書で変更されたと発言したんだ。どう変更されたの？岸防衛省によれば、政府として滑走路や飛行場支援施設の整備経費を計上した予算案の閣議決定をもって整備を決めており、候補地ではないということらしい。じゃあどこを候補地にするのよ。しかも、住民への直接説明もないまま計画を進めようとする防衛省の姿勢にも批判が集まっていて、賛成派は市民置き去りだと批判、反対派も民主主義に反すると指摘しているんだぜ。どっちからも責められてるわね。だが、現在、防衛に待ったなしの状況なわけで、国家の最大の責務は国民の生命、財産、そして国益を守ることだ。国民と国を守ってもらわないと。ああ、防衛力の整備は、理想に加えて、現実を見据えた議論を進めねばならない。話し合いだけで解決できるわけじゃないからね。特に、C 国の軍事力増強、北朝鮮のミサイル、核といった問題に、抑止力を持つ必要があるんだぜ。現実問題として隣国が、ミサイルを持ち、核開発を行っていますし。そうだな。そしてその国家が、我が国を敵だと言っているわけだ。これが現実なのよ。日本に撃つと言って、ミサイルを準備している時に、我が国はどう対応すべきなのかが問われているんだぜ。このままじゃやられちゃうわ。だからこそ、ミサイル基地を叩く能力の保有も含めて、徹底的に準備するべきなんだな。それでは反対勢力の主張とは何なのかについてもほじくっていくぜ。お願いね。今回のニュースの舞台である馬毛島は、種子島から西22キロ離れたところにある島だ。いいところねー。かつて、500人余りが暮らしていたが、次第に人口が減り、41年前から無人島になっている。それがいる無人島じゃないでしょうね。そんなわけないだろ。政府は、馬毛島に在日アメリカ軍の空母艦載機の離着陸訓練を移転させる計画なんだな。ふむふむ。そして、空母艦載機は、日米同盟の要とも言われる、在日アメリカ軍の空母に搭載される戦闘攻撃機なわけだ。日本とアメリカを守ってくれる守護神だわ。そうだな。
そして、洋上に浮かぶ、わずか数百メートルの甲板に確実に着陸するためには高い技術が必要で、パイロットは陸上の滑走路を空母の甲板に見立てて、何度も離着陸の訓練をしなければいけないんだぜ。大変ねえ。でも、なぜ馬毛島に白羽の矢が立ったの？これは日米間での訓練内容が理由なんだな。訓練の内容？ああ。この訓練は FCLP と呼ばれ、現在は小笠原諸島の硫黄島で行われている。うん。空母への離着艦はかなりの騒音とが出るから、どうしても人がいない場所で行わなければいけない。だから、馬毛島なのね。そういうことだ。しかし、艦載機の拠点がある山口県の岩国基地からの距離は約1400キロもあるんだ。遠くない？遠いよな。しかも海上を飛び続けるため、緊急時に着陸できる場所がなく危険だとして、アメリカ軍は30年以上、より近い場所への移転を求めてきたんだぜ。そこで移転の候補地に上がったのが、馬毛島だったということ？そうなんだ。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ400キロと洋島の3分の1以下になる。おお。さらに、ルート上には複数の自衛隊基地などがあり、パイロットの安全が確保できることや、人が住む種子島から10キロ以上離れているんだ。防衛省が馬毛島を選んだ理由はこれだったのね。そして、C 国が東シナ海などへの海洋進出を強めていることも念頭に、安全保障上の地理的なメリットもあるんだぜ。完璧じゃない。ああ、すでに島のほとんどが国有化され、去年末から周辺海域で事前のボーリング調査が始まっているんだ。うんうん。防衛省は、C 国や北朝鮮、ロシアの軍事的脅威を前提に、国防のためには我が国に米軍を留めておく必要性があると強調している。アメリカがいるから日本は安全なのよね。ああ。特に C 国の軍事力拡大と海洋進出という国家的な脅威に対しても、アメリカの抑止力は重要だ。日本を守るためには、アメリカと仲良くしないと。それに、南西諸島の要塞化による抑止力保持が重要であり、基地の集中はやむを得ないんだぜ。これは、馬毛島の基地化が急務だわ。にもかかわらず、日本の南西諸島全域における、集中的な軍事要塞化についての否定の声が止まらないんだな。やっぱり否定派がいるのね。そもそも、沖縄に在日米軍の基地が 70% も集中しているのは事実だ。70% も集中してるんだ。ああ。その上、戦闘ドローンとミサイルの時代に大々的な演習場の建設は無意味、攻撃に対して脆弱である異常密集はむしろ危うい。本当に国防を考えるならば基地を分散すべき、日本ではなく米国を守る堤防になっているのでは？などの指摘も出ている。これは無視できないわね。だが、不思議なのは国防を強く語る人々の多くが、率先して隊員になるなど、現場の戦闘には立っていないという実情だ。まあネット上で叩くだけの方が楽ですし。もちろんネット以外の地元の反対派市民も同じだ。地元の反対派？ああ。馬毛島への米軍施設に反対する市民団体の事務局長は、基地ができれば、住民は米軍や軍属による事件事故、戦闘機の爆音公害が起きると強調しているからな。馬毛島は無人島だから住民は米軍や軍属による事件は、ないと思うんだけど。そうなんだよな。本当にことを理解しているのか疑問だぜ。反対するならソースを出さないと。馬毛島自衛隊基地建設計画で市長は反対の意見を変えていないが、中立市議に賛成の動きがあり、2021年1月の市長選で、騒音被害や豊かな自然への影響が大きいとして反対を掲げた八板市長が僅差で再選した。ふむふむ。市議も同時に改選され、賛否は拮抗していたんだが、防衛省が5月に実施した F-15 戦闘機の試験飛行で、中立市議が市民から日常で気にするような音ではないという声が多数聞かれたとして賛成に転じたんだ。ほほう。これにより、国の安全保障政策の重要性を理解し、賛意を表するとする意見書が賛成7、反対6の1票差で可決されたわけだぜ。すごい僅差ね。ああ。採決後、八板市長は市長としては計画に反対という立場が今のところ変わる可能性はないと述べているがな。やっぱり政治家はよくわかんないわ。ほんとだな。しかし、この馬毛島への不沈艦空母の建設は、周辺諸国にとっては日本の挑発行為にも見えてしまっているようなんだぜ。またお隣か。ああ。隣国のネット記事に日本が絶対沈没しない不沈空母に馬毛島を改造、米軍基地も建設、という記事が出ていたから内容を要約してご紹介するぜ。お願いね。馬毛島の戦略的価値は想像をはるかに超える。沖縄が C 国から侵攻を受けても、航空支援がすぐ行え、C 国の爆撃機への防御にも、地理的にとても有利だ。馬毛島の位置は、まさに C 国の下に刃先を受けた島と言える。
日本は馬毛島に航空自衛隊150名を配属させ、自衛隊 F-35 を配備する。日本の脅威が高まっているとのことなんだな。つまり、日本つえー、ってことでしょ。そうだな、この馬毛島基地化に関して隣国、C国の報道官も基地化されれば重大な事態が起こる可能性があると、牽制をしているぜ。そんなに怖がらないでいいのよ。一方、警告は基地化は我が国への挑発行為だ。と、アメリカと同盟関係にある警告が日本とアメリカの共同軍事基地化を挑発行為と捉えているわけだ。やっぱりお隣はバカだわ。さらに警告は我が国最南端のマラドを基地化しなければならなくなると意味不明なことを言っているようだぜ。お隣がバカばっかりで日本は気苦労が多いわよね。本当だな。日本の潜水艦はやっぱりすごいよな。大芸に白芸のような、世界に誇れる潜水艦があるものね。そうだな。オーストラリアのシンクタンクも日本の潜水艦を買え、と言ってるらしいぜ。日本の技術がオーストラリアでも認められたのね。ということで今回は、オーストラリアのシンクタンク日本の潜水艦を買えをお送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、オーストラリアは日本の潜水艦に興味津々だ。そうでしょそうでしょ。しかも最近、オーストラリア戦略政策研究所 ASPI が驚くような発言をしたんだな。どんな発言？なんと、日本製の中古潜水艦をオーストラリアが海軍に買うようにオーストラリア政府に進言したらしいんだぜ。海軍がオーストラリア政府に進言？ああ。提案を行っているのはオーストラリア戦略政策研究所 ASPI で、この ASPI は、オーストラリア国防省にも影響を与える公的な機関なんだ。スパイファミリーと関係がある機関？まるでないから安心しろ。ASPI は、オーストラリア軍としてもこの提案は一向の価値があると判断する前提で、進言したらしい。つまり、双方旨味があるのね。そういうことだ。日本の中古潜水艦を買え、という話を ASPI がしているのだが、この話はオーストラリアがアメリカに原子力潜水艦を作ってもらう話から派生しているんだな。ほほう。2021年9月に、オーストラリアは急遽オーカスという枠組みを作っただろ？うん。そして、それまでフランスと組んで次期潜水艦を作るとして頑張ってきたアタック級潜水艦建造計画をキャンセルしたわけだ。アタック級潜水艦をキャンセルしてどうしたんだっけ？キャンセル後、アメリカ、イギリスから潜水艦技術の提供を受けて磁気型潜水艦を原子力潜水艦として製造することにしたんだぜ。原子力潜水艦に変更したのね。さすがにフランスは怒り心頭だったようだがな。そりゃ怒るわよね。フランスがアメリカの技術をゲットするに至った経緯が、本当にこの潜水艦受注関連の話と関わりがあるかは不明ではあるが、商売上手のフランスのことだから、カードとして使ったことは間違いないだろうな。フランスってうまくやるわねー。まあ、アメリカとしては小型原子炉を潜水艦に搭載してオーストラリアに提供しようという話だけでなく、他の思惑があるんだ。どんなこと考えてるの？それは、C国包囲網を強化する狙いだと思うぜ。習近平対策か。ああ、正直、C国の海洋進出を阻む上では、オーストラリアを抑えておくことは必須だからな。またしてもアメリカが先手を打ったわけね。そういうことだ。そんなわけで、この話はアメリカの潜水艦技術をベースにした国際取引が進んだというような流れで理解してもらいたい。理解しました。それでは帰ってもいいのかしら？待て待て、まだ続きがあるぞ。そもそも、フランスとしても損だけしたわけではないんだ。どうして？そろそろ C 国と手を切る潮時であった上に、アメリカからのカタパルト技術を手にしたんだからな。やっぱりフランスはうまくやるわ。ただ、この話はそう簡単にまとまるものでもなかったようなんだ。まさかアメリカとフランスで揉めたの？揉めたというより、時期的な問題があったんだな。時期的な問題？そもそも、オーストラリア海軍が保有しているコリンズ級潜水艦は、騙し騙し使ってももう数年で退役させなければならないところまで来ている。だいぶオフルだものね。ああ、潜水艦の更新という話が持ち上がるのは当たり前の状況だったわけだ。うんうん。新しく原子力潜水艦を手に入れるにせよ、今から建造しているのではとてもコリンズ級潜水艦の退役には間に合わない。タイムリミットが迫ってるのね。だから、それまでのつなぎが必要だという話になってきたんだ。そこで、日本の潜水艦というわけ？そういうことだぜ。収益は早くても2035年以降になるから、C国もその間に原子力潜水艦建造を加速するので、隻数で勝つことはできない。うん。ダットン号国防省はその点について、米英両国からのリースや購入も検討していると述べ、
建造以外の方法で原子力潜水艦収益を前倒しすることに言及してきたんだ。もう、C国に勝てれば手段は選ばないと。そんな感じだな。当初はアメリカから原子力潜水艦のリースをお願いするという話もあったくらいだぜ。原子力潜水艦のリースってすごい話ね。実際にアメリカは多数の退役した原子力潜水艦を保有していて、モスボール保管をしているらしいんだ。それを貸し出してくれると？だが、原子力潜水艦を再稼働して動くようにするためには、潜水艦をぶった切って核燃料の交換をやらねばならない。エンジンスイッチ入れればいいんじゃないのね。ああ。これが手間がかかるので、果たしてオーストラリア用の潜水艦まで手が回るのかという不安要素があったんだな。ほほう。コリンズ級潜水艦の延命措置も必要となり、すぐにでも潜水艦を手に入れる必要があったわけだ。うんうん。原子力潜水艦を戦力補充のためにリースするとなると、それ専用に訓練が必要となることから戦力的な穴が開くのが避けられないという問題もあった。問題だらけね。そこで、使える通常動力潜水艦を調達してこいということになったんだな。また無茶を言いまする。そして、マシな通常動力潜水艦を保有しているのは日本以外に見当たらないというわけで、日本に白羽の矢が立ったわけだ。さすが日本。今回の ASPI の主張内容を要約すると、一般的な潜水艦は最低でも30年間運用できるよう設計されており、日本の潜水艦もこれに当てはまるなら、2023年以降に退役する親潮型潜水艦は、大掛かりな寿命延長プログラムを施さなくても6年7年の寿命が残っていると考えられるんだ。まだ活躍できるわね。ああ、原子力潜水艦を入手するまでのギャップ解消に最適で、特に親潮型潜水艦は運用するため、70人も乗組員が必要なため、原子力潜水艦導入に必要な大量の乗組員確保にも役立つ。意外と旨味が多い。さらに、国産装備品の海外輸出が伸び悩んでいる日本にとっても、オーストラリアへの中古潜水艦輸出は魅力に移ると述べているんだな。まあ、日本も、ウィンウィンならいいわよね。原子力潜水艦導入までのギャップを埋めるためだけに導入する中古潜水艦は運用期間が限られている。そういう決まりがあるんだ？ああ。だが、運用に必要なインフラの国内整備や豪州海軍向けに仕様をいじることを諦めれば安価で調達することができ日本側に。潜水艦運用に必要な整備を全て任せればビジネス上の利益も発生するため、互いにウィンウィンの関係だと ASPI も主張しているんだ。まあ、悪くないんじゃない？ ASPI の提案はシンクタンクの立場から見た話なので、豪海軍の考えを反映したものではないが、日本にとっても中古艦輸出を経験するのは有益だろうな。これは、日本の新たなビジネスチャンスかもね。さて、今回の ASPI の主張に対して、潜水艦を中古販売ではなくレンタルしてはどうか？という議論もあるんだ。レンタル？ああ、オーストラリアと潜水艦技術を共有することは、日本の国益としてもそれなりのメリットがある。もっと仲良くなれるしね。そうだな。オーカスに入る条件として親潮型潜水艦を貸し出す判断は、ありではないかという気がするわけだ。じゃあそれで決定で。落ち着け、確かに、日本はオーストラリアとの防衛関係を強化しようとしている。うん。日豪両政府は、自衛隊と豪州軍が互いの国に滞在した際の法的地位を定める円滑化協定を2022年1月にも締結する方向で最終調整に入ったしな。C国とかロシアの脅威から守ってもらいたいもの。そうだな。海洋進出を強める C国を念頭に、日豪の部隊が相互に訪問しやすくし、安全保障協力を強化する狙いがあるのはいいことだ。そうよね。日本の防衛政策として、オーストラリアとの協力は、もはや避けては通れないからな。じゃあやっぱりオーストラリアと協力していきましょうよ。まあ、そうするか。なんだか歯切れが悪いわね。何か言いたいことあるの？その辺は今後の動画でな。なんじゃそりゃ。今回のニュースに対して、様々な意見が届いているから一部紹介するぜ。お願いね。中古で程度が良く、即時導入できそうなのが親潮型しかないからね。日本の潜水艦の舷管がそれだけ特殊だってことだけれど。日本のガラパゴスかも悪くないわね。どのくらい現実味あるのかわからんけど、実現したらいいな。ガラパゴス状態で進化してきた日本の潜水艦が第三者から見てどんな評価になるか知りたい。そりゃ、世界最高、って言われたいわね。実現したら海外顧客のニーズと輸出時の国内仕様と海外仕様との差異を考察する良い材料になるでしょうし、本当に実現したら色々な面から良い影響があるように思えますね。まずはやってみないと。シンクタンクからの提案に過ぎないが、フランスのシフラン級原潜を通常動力型に再設計するという無茶苦茶な提案に浮気して、
航海軍側が乗り気だった双竜型の導入計画を破棄した豪州政府が今更親潮型を欲しがるのなら身勝手すぎると思う。まあまあ、日本にも旨味があるから。かつて日本の潜水艦を選ばなかった理由として、もちろん日本側の売り込みが未熟すぎたのもあるが、親中政権誕生したばかりのオーストラリアにとって、日本の潜水艦を導入することに強く神経を尖らせた C 国に対する配慮も、相当あったんじゃないかと思う。そう考えるともはや C 国への対抗姿勢を鮮明にした、クアッド構成国としての日豪関係を考えると、そういった面のハードルはかなり下がってるだろうね。日本にとって有利な状況になってきてるのかしら？内容からすると要員養成用の練習潜水艦として調達するってことでしょうね。提供の可能性を日本側に打診し問題点を洗い出し協議するというプロセスが必要。もし正式な打診があれば防衛省も結論ありきではなく真摯に対応して損はない。日本語表示は日本語教育するまでもなく英語表記パネルの貼り付けなどで何とでもなるし、養成訓練に支障がないよう豪海軍側が工夫すれば良いだけの話。問題点はそれ以外にありそうに思う。まあ、今回の豪シンクタンク提案は思いつきレベルの感を出ない印象ですが。実現したらいいんだけど。豪シンクタンクの提案は一応筋が通っている。コリンズ級は原潜導入まで現役運用するため順次慣例延長工事が行われるので、原潜導入に必要な乗組員の訓練機会が減少するという問題を指摘し、それを退役親潮型購入で補う案を検討すべきと提案しています。やはり、日本の親潮型が最適のようね。といった感じで、みんなオーストラリアと日本の協力体制に、賛成しながらも思うところがあるようだ。まあ、元は C 国側の国ですし。これからオーストラリアがどれだけアメリカ寄りになれるかに、注目が集まるな。本当ね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。